マウンテンはアメリカ合衆国出身のハードロックバンド。グランドファンクレールロードと並び、アメリカンハードロックの早々期から活動する代表的グループとして知られる。1968年、巨漢のギタリスト、レズリー・ウェストとイーストコーストのフォーク会やクリームのプロデュースで名を挙げたベイスとフェリックス・パパラルディが知り合ったことからスタートする。1969年に、 リリースされたウェストのソロデビューアルバムマウンテンにはパパラルディと ND スマートが参加し、その後スティーブナイトを加えた4人でマウンテンが正式に結成された。同年8月ウッドストックフェスティバルに出演し、その後ドラマーがウェストの旧友コーキーレイングに交代する。1970年に事実上のデビューアルバム勝利への投板を発表。同作からのシングル ミシシッピークイーンは全米21位のヒットとなり、この曲は1971年の映画、バニシングポイントの挿入曲に使用され、またフジテレビの番組、開け、ポンキッキの中でかなりの間使われていた、WB&L 時代のレスリーウエスト。左は、ジャック・ブルース1971年のナンタケットスレイライドはアメリカのビルボード200で、 自己最高の16位を記録した。同アルバムからは、1972年に、暗黒への旅路が日本でヒットした。その後、ハードロック思考を強めるウェストと、ミシガン大学でクラシックを専攻した素養を活かし、プログレッシブロック思考を強めたパパラルディとの対立で1972年に、解散。ウェストトレイングは、ジャック・ブルースと組ウェスト、ブルース・アンドレイングを結成。 パパラルディも自前のバンドにおける活動に移る。1973年、WB&L の日本公演が企画されたが、その直前にブルースが脱退したためバンドが空中分解する。急遽、パパラルディが呼ばれ、マウンテン再結成に差し替えられた。この日本公演には、新メンバーのボブマンとアラン・シュワルツバーグを迎えた編成で行われ、その模様はライブアルバム、 違法の香りとして発表された。その後、トレイングが復帰して、スタジオアルバム、なだれが制作されたが、ウエストとパパラルディの溝は埋まらず、間もなく、解散となる。パパラルディは、その後、プロデューサーとして、日本のクリエーションや、パンクバンドデッドボーイズを手掛け、ソロアルバムの制作も行ったが、1983年、アルバムジャケットの絵などを手掛けていた妻、 ゲールコリンズに射殺される。一方のエストは、1978年にスティーブ・マリオットとザ・ファームを結成しようとするが、デビューには至らず、その後ニューヨークで自分のギター教室を始める。1980年代に入ると、コーキー・レイングとマウンテン名義で活動を再開するようになり、1985年にスコッティ・ブラザーズ・レコードの契約を得て、 アルバムをリリース。その後もウエストを中心に再結成を繰り返している。2007年、オジー・オズボーン、再結成したオールマン・ブラザーズ・バンドのギタリスト・オーレン・ヘインズをゲストとして迎え、全曲ボブ・ディランのカバーで制作したマスターズ・オブ・オーを発表。2008年には、ホルテのベーシストとして知られるレブ・ジョーンズを迎えた、編成でツアーを行った。 その後、レスリー・ウェストが糖尿病の合併症にかかり、事実上の活動は2010年頃で停止した。翌2011年に、右足の切断手術を受けている。そして2020年12月23日、心不全により死去。マウンテン活動停止後のコーキー、レイング前世のメンバーで唯一存命中のコーキー、レイングは、 自身でバンドを組みコーキーレーングスマウンテン名義でライブ活動を行っている。ありがとうございます。